こんにちは、オイルです。今回はブリックパスをさらに一段高速にする3つのポイントを紹介したいと思います。ブリックパスの最大の特徴といえば、おそらく皆さんも知っていると思いますが、その速さにあります。他のパスに比べて、例えばクラシックパスやリフルパスとかに比べて圧倒的にパケットの受けは速いです。そして軽く曲げるようなジェスチャーとかも入ってくるので、結構特徴があるようなパスじゃないかなと思います。この特徴を使ってよくカラーチェンジとか、ビジュアルのアンビシャスとかに使われたりするんですが、今回はそのスピードに注目して、どうやってスピードをさらに一段上げるのか、皆さんが今やっている既存の方法、皆さん手法微妙に違うと思うんですが、その既存の方法を維持したまんま、ちょっとアレンジするだけでスピードも少し変わってくるので、その今回は3つのポイントを紹介したいと思います。それではやっていきましょう。それではまず1つ目のポイントの紹介です。1つ目のポイントは、デックを寝かさずにこのように斜めに立てた状態で行うということです。ブリックパスはこの上のパケットを左手がかなり高速で引いてきます。こんな感じに引いてくるので、すごく左手の負担が大きいです。この際に立ててあげることによって、このパケットの移動というのがすごくナチュラルな感じで引きます。こうして少し移動させて、あとはこういう感じに持ってくるだけなので、こちら側の指の運動というのがそこまで大きくないです。その運動が小さいということは、効率よくパケットを運ぶことができるので、スピードも上がるということになります。これがもし寝た状態で行ってしまうと、こんな感じに大回りにパケットを動かさないといけなくなってしまう上に、角度としても少し不自然な感じに動いてしまうので、この違いをちょっと実感してみてください。2つを比べながらやってみると、立てて行うのが楽だというふうに感じると思います。で、この楽だと感じる瞬間にスピードは一段さらに上がっていきます。この寝た状態で頑張ってパケットを引いてくるよりかは、しっかりこのように立ててあげて、立てた状態で引いてくることによって、さらに楽に小さな動きでパケットを引くことができます。今の2つのやり方を実際に前からちょっと比べてみたいと思います。まず1つ目が、寝かした状態でパスします。この状態でパスを行うとこんな感じに見えます。そしてもう1つ、少し立ててこのようなポジションで行います。このポジションで行うとこんな感じに見えます。表向きでやってみると、この状態でこうしてこんな感じに見えます。立てた状態が早く見えますし、スタイリッシュに見えるのが分かると思います。こういった感じの変化があるので、必ず立ててこんな感じの角度をつけて行った方がいいです。その時ですが、しっかりここ手のひらのところに空間があると、パケットがこうして入りやすくなるので、すごく楽に行えます。では2つ目のポイントの紹介です。2つ目のポイントは、少し説明するのが難しくて、皆さんが実際にやりながら違いを感じる方がいいと思います。その2つ目のポイントが、この小指の位置です。通常ブリックパスではかなりパケットを後ろに引いてくる傾向があります。パスをする瞬間にこんな感じにして、かなり後ろに引いているのが分かると思います。これはもちろん角度によって変わってくるんですが、この際にこちらの小指が後ろにあればあるほど、基本的にパケットを引きやすく楽に引くことができます。このように通常僕の場合だと、パッと構えるとこんな感じして、結構小指が後ろに来てるんですが、もしこの小指がこうして上にあった場合、このように上に入り込んでしまった場合は、パケットを引いてくるのが難しくなります。このように先ほどと同じぐらい引いた際も、見比べてみれば分かるんですが、かなり窮屈そうな感じでパケットを引いているのが分かると思います。特徴としてはこの手首ですね。手首がこんな感じで、かなりぐにゃっと曲がった状態になります。でこの曲がった状態で、例えば200回300回ブリックパスすると痛くなってくると思います。で痛くなってきたら、これが間違ってるというふうなサインになるので、これを少し目安として行ってみるといいと思います。なので、この小指はできるだけ後ろにつけるようなポジションでデックを持ってあげると、比較的このようにパケットを引いてきやすいと思います。試してみてください。では最後の3つ目のポイントなんですが、3つ目のポイントは、パケットをグッとこのように曲げる瞬間があると思います。でこの曲げた瞬間の力のかけ方の意識みたいなものになります。このようにパケットをグッと曲げた瞬間に、お互い上のパケットも下のパケットも曲がっていますが、その時にできるだけ力をかけているのは下のパケットになります。下のパケットを指先でグッと力を入れて曲げてる、でそのついでに上のパケットが曲がってる、こんな感じをイメージしてください。そのイメージでいると、少し上のパケットに対するプレッシャーが減っていくので、そのプレッシャーが減った状態でパッとこのように動かすと、最初のこの助走の部分かなり速くなります。もしここで上のパケットを下のパケットと同じぐらいグッてこうやってプレッシャーをかけた状態でパスを行うと、最初ここかなり固まった状態になっているので、パス の初動が遅くなってしまいます。そういった遅くなる原因を取り除くために、できるだけ下のパケットに力を入れてパケットをこのように曲げる、こういった意識でいてください。
はい、いかがでしょうか。今回は3つのポイントの紹介ということでしたが、最初のうちはブリックパスはかなり難しいと思います。というのもパケットをかなりこういう感じに曲げていくので、曲げる際には力が必要です。なのであまり慣れてない方は、最初はこのように人差し指を曲げた状態で上に置くんじゃなくて、伸ばした状態で人差し指の力も使ってこのようにパケットを曲げてあげると、すごくこういう感じで楽にパケットを曲げて、そして移動させることができると思います。ブリックパスは非常にロマンのある技法なので、検証にならない程度に練習してみてください。それでは。